本当ここに来てるお母さん方みんな元気ですよね。そうですね、非常にまあ、みんなもともとね浜気質というか海辺の方たちが今回被災を受けたんで、そういった面ではワイワイとね楽しくお話しできる方が非常に多いんですけれども、半年ぐらいからまではやはりそういった笑顔もねすごく少ない、まあ悲痛な面持ちといいますかね、それがずっと続いていて、でようやくそれぐらいから今普段のこう自分たちの表情というのが少しずつ出てきたんですよね。外に出るときぐらいは笑顔でいなきゃとか、下向いててもねいいことないからこう笑って過ごしていこうっていう声が聞こえるんですよね。それってこう捉え方によっては強がりじゃないですか。そういう声が出てくるんじゃなくて、自然とねやっぱ笑顔になるっていう、こう日常がねまた訪れるといいなとは思ってるんですけどね。まだまだね仮説自体がこれから先どれだけそこにいなきゃいけないのかっていうのが、まあ、どうしてもこう年次更新になっていくので見えないですからね、自分たち自身の生活の先がこう全く見えないんですよね。高台移転であったりだとか災害公営住宅という話も出てはいるんですけれども、じゃあそれがいつ完成しますよというのがこう正確に町も提示できるわけではないものですから、それに対してこう公営住宅ができるよという話が出た時にはちょっとねこう希望が出てくるんですよね。でもそれが3年先だよとか、まだまだ今年は経たないよってなっていくうちに、だんだん気持ちがやっぱりまた下がっていって、こう波が生まれていくので、そういった時に支える人たちがどれだけその人とつながっているかっていうのが大事なんですよね。地元の人もでもそうですし、外にいるボランティアさんでもいいんですよ。それはそういう時にちょっと元気ですかとか顔見せに来て、一緒にこう笑い合ったりだとかこう話をして、自分の中のこうもやもやした思いを解消できるようなつながりがその人にどれだけこう生まれているかによって、まあ、たった一人がね本当に仮説の中でこう悲しい最後を遂げてしまわない、なんていうんですかね、セーフティーネットになってくれるので、そういう我々がその一人一人になるわけにはいくことはできないですから、そういった地元の人ボランティアさんが、その方たちとつながるお手伝いをこう少しでも多くをね場作りをして作ってあげるっていうのが今すごく感じるものですよね。